皆さんこんにちは、こんばんは、ポカです。今回はですね、ジャック&サリーペアツム、新ツムペアツムのですね、全情報をまとめてみたということで、コイン補正とかね、必要ツム数とかね、全部調べてきたので、ちょっと紹介していきたいなと思います。で、最速情報なのでね、ちょっとね、編集とかあんまりできてないですけど、すいません。そして次回の動画でね、今回のペアツム、三が日近いけど引くべきっていうね、動画あげるので、よかったらね、気になったら、そっちの動画も見てみてください。ではね、早速スキルの説明からいきたいと思います。まずジャックのスキルはランダムでツムを消せよということで、このランダムでツムを消すところにジャックとサリーは入っていないらしいです。なのでジャックとサリー以外のサブツムから、ランダム昇級されるということですね。続いてサリーのスキル、少しの間ツムがつなぎやすくなって、チェーンの間にいるツムもまとめて消してくれるよということで、ということで次、重ね掛けですね。ジャックプラスサリーのスキル。サリーのスキル中にジャックのスキルを使うと。なので、サリーを使ってからジャックを使うということですね。で、ランダムでツムを消した後、ジャックとサリーをすべて消すよということで。こちらかなりぶっ壊れのスキルとなっているんですけども、まあ、まずね、発動数から見ていきますか。発動数ね、ジャックは17から18ですね。17か18です。そして、サリーね、ちょっとね、数えられなかったんですけど、だいたい32から35ぐらいなのかなと思っています。そして、コイン補正なんですけども、なんと、ジャックがですね、プラス 280% ということで、2.8 倍ですね。なので、15消去で400コイン近い、コインを獲得できるというぶっ壊れですね。で、そして、だから、サリーがね、マイナス補正入ってるかと思いきや、サリーはね、補正 0%、補正ないということで、これはかなり強いんじゃないでしょうか。そして、まあ、追加情報なんですけど、一応、着せ替え積むかなということですね。では、この動画を踏まえて、次回の動画ね、ジャック&サリー、三が日近いけど引くべきか、考察していきたいなと思います。ぜひよかったらね、そちらの動画を見てみてください。バイバイ。